はい、こんにちはです。さあ、いよいよ最終日ですね、今日ね。マック酒井さんのブルザイマッチ、いやー、結局50点ぐらいでうろうろしてますが、さあ、果たして最終日点数跳ね上がるといいんですが、何点でしょうか。APS カップのブルザイターゲットね、これ1冊400円で売っております。これをこれ50枚続いてるんですけどね、この的に、2分間で5発を2回やるのね。で、果たして何点になるでしょうかというマッチですね。じゃあ早速いってみましょうかね。はい、じゃあ行きます。スタンバイレディーゴー。今日まず右と左両方で打とうかなと思ってるんですけど、じゃあまず右からいってみましょう。相変わらずプルプルしてるな。今のちょっと下打っちゃったな。もう終了。ダットで打つとね、どんだけプルプルしてるのか分かりますよね。1、2、5。いやー、0点が2個、0.2 個ありますが、他の3つ10点、30点ですね。あー、もったいないね。しかし寒いっすね、やっぱね。昼間あったかいんだけど、日が落ちてくるとほんとどんどん冷えてきますね。ここまたね、結構コンクリなんでね、これね、むき出しなんでやっぱ冷えるんですよね。そっか、どうかな。だいぶね、来てもね、伸びるようになってきたんだけど、構えられるかな。もうそろそろ。おお、まだ痛えな。痛えは痛え。うわあ、まだ。おお、なんとかなるかな。と逆に手首をね、寝かすとね、どうしても肘に負担きてね、そこが痛いんだよね。余った時間居住練習しようかな。はい、まあそれはいいとして、では続いて第2ターンね、いってみましょう。早速ね、はい、スタンバイレディーゴー。0点いかなきゃね。70点ぐらいいくはずなんだけど。まず0点打ったっぽいな。やっぱね、打った時に動くんだよね。さあ、ラス1。どうだ今の。はい、あっという間に一発終了。よいしょ。でも、なんとか入ったかな、他が。ちょっと左に寄ってますね。まあこんな感じでした。じゃん。終わりかしいいのか、これ。1、2、3、4。3波24。お、あー、59。あ、これ入ってるね、上ね、ギリギリ。お、ということは66だ。30じゃない、62だ。支払32。62点でしたね。はい、62点でした。18秒17秒、居住練習しとこう。全然目も悪くなってるのか、これ。おー、そうだ、上やらなかったね、きちんとね。時間になっちゃった。いやー、まだ早いか、打てねえか、これ。
まだプルプルすんな。これは手の痛みと痛みとあと居住力がだいぶ落ちてるね。さあ続いて、今度左で打ってみたいと思います。じゃあ早速いきましょう。スタンバイレディーゴー。52点。さあどうでしょうか。うわーこういう感じか。惜しいな。下に行ってますな。ちょっとどうなんだろう。下に行っちゃってんだ。下に打っちゃってんだな。もうだいぶ右手が復活してきた気もしますね。1分ある1分長いけど、ちょっと居住練習してみよう。なるべくね、伸ばした方がいいですよみたいには言われてるんですけどね、まあ、無理のない範囲でというかね。これなら打てるね。ちょっと一発打ってみますね。空打ち、うん、いいじゃない。後ろから右手でどうかな。リハビリにいいかもねこれ骨折った人のと言ってる間に残りがわずか。はい、じゃあ行ってみましょうか。残りのワーツ。では行きます。スタンバイ、レディーゴー。よいしょ。あれから30秒かなりになりますね。さあどうでしたか。はい、あーこんな感じ。はい、こんな感じでした。48点。だよね。30、48点。あ、違う、53点だ。53点。ということは、こっちは62点だ。62の 0x ということで、ね、これをね、出そうかな。はい、さて、ということでね、こんな感じで、マック酒井さんのブルザイマッチとうとう最終日を迎えましたね。まあ、まだ40秒あるので、打ってる方は打っててくださいね。まあ、またね、また今月もやるのかな、もしかすると。毎月ぐらい、なんだ、協会さんのね、あれのね、ブルザイマッチとね、うまいことね、うん、テレポみたいであるといいんだけど、本当、協会さんのまたいつになるか分かんないから、また今月ぐらいまたやるのかな。ね、毎月、こういうの同じやつやってるとね、結構ね、なんつうの、励みになるというか、うん、割と面白いですよね、やっぱね。めちゃくちゃ面白い。って思ってるんだけど、顔があんまり面白そうじゃないという感じになってますけど、うん、まあ、またね、ぜひ開催していただけたら嬉しいですね。ということで皆さんね、まだ間に合うんでぜひね、自宅で10発打って何点かっていうのを酒井さんのところに送るというのをぜひいかがでしょうかという感じで、終わりたいと思います。第7回マック酒井ブルザイマッチ、皆さんどうもお疲れ様でしたということで、まだこれからの方はね、ガンガン打ってくださいね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。はい、ちょっとね、おまけで打ってみようかなと思って、まあ
もうタイムとか測らないで、ちょっと10発。10発というか、6発早いから6発いってみようかな。リハビリですよ、リハビリ。よいしょ。ここから下がらないんだよな。ああ、でも、打てなくはないですね、もうね。ちょっと痛いけど。ああ、打てる、打てる。打てるよ、これ。ただ、割と痛いね、やっぱね。これね、骨が痛いんじゃなくて、やっぱり筋肉がね、痛いらしいんですよね。0.7発してますね、これ。とりあえず10発打とうかな、やっぱり。これ5発目。ちゃうんだね、やっぱり上行っちゃうね、相当。アライメントはまあまあ出てると思うんだけど、まあ、そもそもやっぱ当たり前やけど、強重力相当してるな、これ。さあラスト。いやでもこれリハビリにいいっすよ、これ多分手伸ばすのに。なるほどね。さて、何点だったかな。おお、すごい。どういうことこれ。みんなサイトずれてんのこれ。しばらく打たないうちにサイトずれてんのかな。さすがにこんな感じでした。20点だね、これね。でもこれ、子供もね、下に寄ってくればね、なんでしょう、手がもうこれ以上いかないから、こんな感じなのかな。まあ、ということで、ちょっと、明日からまた A ペース、打っていきますかね。はい、ということで、今回は今度こそ、本当に最後までご視聴いただき、ありがとうございました。